デパリエ・ビニツ、1857シャルルブランは、フランスの美術批評家、美術師屋である。もともと同伴側の教育を受けていたが、1836年からは、雑誌への寄稿を行うようになった。芸術への政府の支援を訴える活動にも熱心で、あった。1848年、芸術省長官に任命された。1851年、 長官を理任してからは批評家としての活動を再開した。1853年から14巻よりなる各派の画家たちの歴史の執筆に着手し、1861年に第一巻を発表した。1859年にエドワード・フセが美術広報を創刊した時、ブランはその最初の編集長に任命された。歴史の執筆の傍ら、 1867年には、デッサン芸術の文法を発刊し、新印象派の画家たちに広く読まれた。1868年、芸術アカデミーに選出される。ヨーロッパの優れた美術品の複製を集めた美術館の設立を提案したが、これは激しい論争を引き起こした。1876年、歴史の功績により、ウジェーヌ・フロマンタンを破って、 アカデミー・フランセーズに選ばれた。晩年10年間は、コレージュとフランスで、美術史を教え、イタリアルネッサンスの画家たちについての書物を書くことに、費やした。兄はフランス第2共和世紀の著述家、政治家であるルイ・ブラン。ブランが、著書に掲げた星型の色相感。デッサン芸術の文法は、第1章、建築、第2章、彫刻、第3章、絵画からなり、 絵画の章で当時の最先端の色彩理論を紹介している。フィンセント・ファン・ゴッホはこの本を読んで補色などの理論を理解した。ありがとうございます。